紋別競馬場第3レース、サラブレッド系 C43 組1200メートル戦。枠入り順調に進んで、あと1頭、最後、グライゼンが8番ゲート、向かって今収まります。係員離れました。スタートしました。外8番グライゼン好スタートを切っています。その内から3番、北条も前に上がっていって、最内からは1番、レディープラネット、この辺りが行きます。さらに内から2番のミッキーのカフェテリアも前に上がりました。その後は4番、ミラクル栄がいて、間5番のフサイチボーイ、外に好スタートを切った8番、グライゼンです。その後は6番の赤シナホリンが続いて、最後方から7番、ブライトイエローです。先手は1番レディープラネットが奪って800を切りました。リードは4分の3馬身から1馬身、2番のミキノカフェテリア2番手で3コーナーカーブを迎えます。あとは2馬身ほど切れました。5番のフサイチボーイ、外を通って8番のグライゼン、3番の北条がいて4番ミラクル栄、後ろ2頭目からポジションを上げる6番の赤シナホリンで、最後方7番ブライトイエローです。前は4コーナーカーブに入ります。1番レディープラネット、外2番のミキノカフェテリアでゴールまで400を切りました。1番レディープラネット先頭で4コーナーカーブからも直線コースに向いてまいります。外には2番のミキノカフェテリアがいて、その後少し間が空いて、インコース4番ミラクル栄、さらに上がってくる8番グライゼン、外から6番の赤シナホリンです。先頭1番のレディープラネット突き放しにかかる。2番のミキノカフェテリア2番手、3番手内から4番ミラクル栄、8番グライゼンだが、先頭1番レディープラネット、レディープラネット逃げ切ってゴリ2番手2番のミキノカフェテリア、3番手はどうか、8番グライゼン、6番赤シナホリンです。先手を奪って逃げ切った1番レディープラネット、鞍上下村瑠衣騎手、これが嬉しい嬉しい初勝利ということになります。1番のレディープラネットでした。2番手は2番のミキノカフェテリア、3番手8番グライゼン、6番赤シナホリン、この2頭、その後ろに7番のブライトイエローと4番ミラクル栄が続いています。先手を奪った1番レディープラネット、下村瑠衣騎手が堂々の逃げ切り勝ち。2番のミキノカフェテリア2番手で、3番手内8番グライゼン、それに迫ってきた6番赤シナホリンです。タイムは1分14秒0。1番レディープラネットと下村瑠衣騎手、タイム1分14秒0での逃げ切り勝ち。紋別競馬場第3レース、サラブレッド系 C43 組1200メートル戦。お買い求めの勝ち馬投票券は着順確定払い戻し金発表まで大切にお持ちください。